中学、高校数学の本質が学べる教科書、紹介します。数学を学び直したいけれど、教科書を捨ててしまった。大学数学の教科書を読んでみたいけれど、難しすぎる。そんな人におすすめの教科書が、数学特本シリーズ。この動画を見れば、中学高校の数学の学び直しの方法がわかります。数学を本格的に学びたいなら、ぜひ見てください。数学特本は、一言で言えば、読みやすい教科書。シリーズ全部で、6冊あります。1冊目は、数や式の計算といった中学の数学から。その後は、関数、ベクトル、確率、微積分など、中学から高校までの数学を一通り扱うものです。最終巻は線形写像やエクシオンデルタなど、大学数学入門の話題です。特本の特徴を説明する前に、どういう人におすすめできないか、はっきり言っておきましょう。まず、数学が苦手と感じている人には、おすすめできません。特本に限らず、教科書を読むこと自体が難しいからです。数学は、教科書以外から学べます。例えば、九九から始める語りかける数学。文系の私に、超わかりやすく高校の数学を教えてください。まずは、数学への苦手意識、抵抗感を減らしましょう。数学に興味がないまま教科書を読もうとすると、挫折して嫌いになり得ます。小学校から中1程度の数の計算は難なくできる。それは、特本の前提になっています。また、手っ取り早く数学を学びたい人にも、おすすめできません。先ほどの、簡単に学べる一般書を読みましょう。試験対策するならば、教科書より参考書を読んだ方がいいです。計算問題ができるようになりたいなら、教科書は適切ではありません。教科書は学校で当たり前のように指定されますが、僕は独学の一冊目におすすめはしません。楽しく読むには、それなりの経験と能力と興味がいるからです。逆に言えば、数学が得意だった人におすすめです。数学が好きで、読書に慣れている。それならば、得意である必要もありません。数学好きの少年少女から大人に、おすすめしたい教科書です。理学部数学科での数学に、興味のある人にも、中高の普通の教科書が簡単でつまらないと思う人向け、特本なら中高の数学を通して、より深い数学の世界へ踏み込めます。意欲があるなら、数学のやり直しにも向いています。特本は中学と高校の数学を分けていません。中高一貫の進学校にはぴったりの教科書です。あるいは、中学や高校で数学担当の先生にもおすすめ。僕がもし授業するなら、その下地にしたい教科書です。また、大学生の学び直しにもおすすめ。中学高校の教科書を捨ててしまった。大学の数学が難しすぎたので、中高レベルから確認していきたい。特に6冊目は、大学新入生の副読本にふさわしいレベルです。デメリットを挙げるなら、それなりに分量があること。6冊で約1400ページです。もっとも、中学高校で学ぶ数学の幅広さを考えると、むしろ薄いくらいです。実際、典型的な数学の教科書は、薄くて説明が少ないんですよね。ページの多さは、ちゃんと説明があることの証です。そして、普通の教科書と比べても、内容は本元に独立していません。ページ番号は本元でなく、通しで書かれています。したがって、読むならシリーズで買うのが前提です。新品で買うなら1万円を超えます。それなりに勇気のいる買い物でしょう。まずは書店や本屋に行って試しに読んでみてください。向き合う覚悟があるならページと値段相応の価値は間違いなくあります。逆に読まずに積んでしまうならもっと優しい本から読みましょう。あえて分けて買うなら次の通り。1、2が中学数学。2から5が高校数学。6が大学数学入門。ただし、こういう分け方をするのは、この本の意図にふさわしくありません。受験勉強や範囲にとらわれない学びを提示するのが、数学特本です。数学特本の読み方、使い方をアドバイスしましょう。数学の教科書から進化を引き出すには、工夫が必要です。心構えとして、全部はわからなくてよいです。教科書は前からすべて、完璧にわかるべき。そんな気持ちになるかもしれません。でも、わからない部分があってよいです。むしろ、わからないのが普通。
そういうハイレベルな話題もたくさんあります。難しい話題を見て不親切だと思わないでください。完全にはわからなくても高度な数学の世界を紹介しようとしています。例えば一章の数では有理数の中密性の話題があります。これは難易度で言えば大学レベルです。そこは知の分で読まなくてもいいと前置きされています。普通の教科書でいうコラムや発展的な話題ですね。耳学問として全部がわからなくても気にしなくてよいです。さらに紙とペンを使って読みましょう。読める部分では計算や論理の流れを追っていきます。書かれたことが本当に正しいのか確かめましょう。できれば本を閉じて内容を思い出す練習をしてみてください。それが一番記憶に残ります。数学特本は教科書の中では独学に適しています。知の分は多めで読み物として読める割合は多いです。それでも悪い意味での教科書らしさは抜けません。例えば数学以外への応用はあまり書かれていません。数学の中でも計算よりは理論に重点があります。そんな理論的な本を読むには訓練が必要です。数学の教科書の読み方自体はこの本ではアドバイスは少ないです。副読本としておすすめするのが数学書の読み方。数学の文章はどうやって読むべきなのか、読解の実例として最初は中学高校の数学から入っています。大学数学入門として広く読まれてほしい本です。むしろ数学書の読み方の実践例として数学特本は適しています。理論的な本を読むトレーニングとしてふさわしい本です。本を読み込んで発表するセミナーの本として使えます。数学の学び直しを僕が指導するならまずはこの本を読んで説明してもらうでしょう。中学高校の数学だからといって論理を読み取るのは決して優しくはありません。ただ数学書の中では数学特本松坂さんの教科書は独学に適しています。論理的な流れ、証明が言葉を使ってちゃんと説明される。数学書だとこれが簡素になりがちです。行間として省略されることも多いです。松坂集合位相入門。僕が大学1年生の時に出会い大学数学を楽しむきっかけになった本です。数学科における集合と位相の教科書として使われることも多い。話題によってはこの本でも十分難しいです。しかし入門の一部分だけでもくどいくらいに説明がありました。数学書の読み方を実践的に教えてくれた本です。このくらい文章を書かなければ教科書をきちんと読めていないことに気づけます。例えば読本の中には積の絶対値が絶対値の積に等しい、その証明が問いにされています。問いの前には政府の場合分けの議論があります。これを見習ってやればいい。証明問題の中では優しい部類です。しかし受験問題としては出題されにくい。優しい事実を一つ一つ証明して確認していく。ほんの少しでも納得できることがあればいい。読本は数学をかみしめて楽しむ方法を教えてくれます。最後に読本の優れた点を紹介します。それは厳密さと配慮のバランスが取れていること。普通の教科書は理論、厳密さに偏りがちです。数学科、数学者的には大事にしたいものだから。しかし厳密さを重視しすぎると初心者が学ぶのに適さない本になります。大多数の大学数学の教科書はそれです。逆に一般書になると数学は使えればよいとなりがち。応用は知れるけどそこにつながる原理はわからないとか、中間の選択肢が少ないんですね。読本で感心したのは4巻極限の導入。高校数学的な限りなく近づく直感的な極限です。かといって論理を軽視するわけでもない。 n 2乗や n 分の1のような形の極限を自明であると確認します。何を前提として簡単な形の極限計算をしているのか、感覚と厳密さを両立させようとしています。一方でより厳密な話は6巻で扱われています。イプシロンデルタや実数の公理の話です。そこの前書きも勇気づけられる。軽く引用しましょう。直感的に明らかなことを証明するという作業には読者にある敷居な感じを抱かせる。中略、この章を読んで十分に理解し得ない
という感想を持ったにしても気にすることはありません。これは僕が大学1年の時に聞きたかった言葉です。数学は厳密になるほど直感的でなくなっていきます。しかし中学高校の教育、大学受験の数学では厳密さに触れる機会は少ない。そこから大学数学、理学部的数学に触れると温度差で風邪をひきます。読本は理論的な数学になれる題材としてふさわしいです。中学高校の数学をきちんと学びたい、大学数学の本を読むための準備をしたい、そんな人はぜひ数学読本を読んでください。概要欄に Amazon へのリンクがあります。